はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。封じ修行会はい、はい、というわけで、今日は封じ修行会ガチヤグラをやっていきたいと思いますけども、はい、ちょっとやっぱね2200の壁をね、2300の壁だね、やっぱ超えられずに結構ねいるので、ここはやっていきたいですけども、やっぱマンタマザトですね。マンタマザト、ちょっと一回おさらいしましょうか。じゃあそこ、ちょっと散歩していい？いいよどっちもやるか、どっちもやろう。はい。まあ、まず、はるちゃんの教え、その1、矢倉の進む方向へ行けということなんですけど、まず最初。こうでいいと思う。もう、こう。まあ、いいんじゃない？右側から行く。もう完全に。で、まあまあまあ、この辺で、戦ってて、で、相手が後ろ下がってるようなら、もう こから壁から、やり行く。で、やれたら左。ここ、もう常にここ取る人でいいかな。そこ取れたら強いけどね。まあでもね、そう、悩みがさ、ブラスターってさ、これ弱いんだよね。この、なんつうの、打ちながら上がるが。そう。ってなると、やっぱここはもう上がっておきたいんだよね。上がってから、考えて。まあだから相手が3人落ちたか4人落ちたタイミングでスッと入んないと入れないよ ね、 そうだね。こっち側がもう空になったのが分かんないと入れないよね。そうだから、じゃあそこ無理しちゃいけないとこか。そうだからジェッパ強いんだけどホッカスははるちゃん的にありなのかなまあでも使ってるとこ見たことないね。そうなんだよね。いやすごいんですよやっぱはるちゃんさん。本当にこの着地とポイズンで。まあ、ポイズンは強い、ポイズンは強いとは思うけど。まあでも、ポイズン、例えばそのさ、広場に降りて、そこ。ここ。そこに投げたとするじゃん。敵に矢倉止めてほしくないから。ああ、ここ。それ弱いからね。あ、これそれやっても止まるからね、矢倉。止めに来るからね。関係ないんだよね。関係ない。そこを避けて止めに来ればいいだけだから。やるなら、こうしてこう、とか。どうなんだろう。こっちの方がいいかな。言えないな。まあでもこれやってる時点で来るの分かってるわけじゃん。そう。だったら、もう、ひっそり。そう、ここは強いんだけどね。ここに上がったらね、結構やることが多いんですよ。この裏とかも倒せるし。ポジション取るためのポイズンってあんまり強くない感じすんだよな。ああ、そうなんだ。いや、なんかね、ちょっとそこ迷ってて。いいとこ行きたいじゃん。左高とか。の時に、ポイズン投げてから行った方がいいのかなとか。まあちょっと避けりゃいいだけだからな、こっちからしたら。ちょっと大回りすればいいのもん。そう。まあ、細いとこならね、まだしもね、その、ほんと、あそことかにさ、これとかだったらほら、避けようがないとこあるけど。なるほど。ちょっとじゃあ、ここはちなみに。ここも微妙？そこに投げるぐらいならもうメインで取りに行った方がいいんじゃない？こう行って、そうだよな。そう。無駄なんだよね。だから防衛の時に矢倉に投げるとか。はいはい、だからほんと、それこそこっちから行って、まあ防衛になりましたと。第一関門来てますに対してこう。投げて、そう、入るとか。これないようにね。それは強いとは思う。はい、だ防衛の時は潜伏気味にする必要ないとでね。もう、正面からというか、まあ止めれる位置から止めに行く。まあ止めれる位置に来てるなら止めに行っていいと思うけど。潜伏は必要だよ。まあ、その、例えば、この辺にいた時にこう、来るの待つとかね。そこの潜伏はちなみに弱いからね。ここもバレバレやっぱ。いや、まあクリアリングするかどうかなんだけど。はいはい。まあ。こっちとこういうとことかの。まあそことか強いと思う。そこはもうめっちゃ強いと思う。ね。ここら辺とか。要するに、この辺塗っとこうに引っかからないとこね。なんだろう。塗り広げ兼クリアリングに引っかかんない場所、特に塗り広げのとこに引っかかんない場所に潜伏しないと。だから本当にこういう、インク避けがある場所ね。そう。とか、そこまで隅々まではやらないわ、みたいなね。富士山結構それ見られるから。そう、俺が見やすいとこ取っちゃうんだよね。そう。要するに相手から見やすいんだよね。そう。だったらこうして、でもここは来て、到着したぐらいにやりに行く、ね。後ろから、絶対矢倉一枚取って生存する。はい。ヤグラ、そうか。ヤグラ取って、で、前でこう止めに行ってるやつやるかしなきゃいいんだよね。それやるとね、弱いのよ。だこうして、そこ倒したら、そっち下がっていきながら、ヤグラが止まって、ま、そう、カウントがこう戻るのを確認しないとダメなんだよね。
そうだね、うん、はい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 、2人目取りに行こうとして突っ込んで死ぬと、ああよしよし後ろのやつ倒したって矢倉進められるから、まあ、結局いちいち交換で終わりみたいな、ね、そう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 で、この辺結構第一カマはこの辺をちょっとうまく使って止める感じ、うん、第二とかはもうね、第二でここにいることはあんまないからな、むしろ、うん、第二行ってるってことはここ取られてるもんね、多分取られてると思う、うん、ああでもトコは何とも言えないな、野良だったら取りに来ないとこも X 体のパワー高いとこだったら確実に取られてるんだけど、うん、このブロックとは取らせないぐらいの感じかな、第二は、このブロックを取らせない、うんうんうん、このブロックのとこ登られないようにというか、あのこっちが攻めてるとき、攻められてるとき、防衛のとき、あ防衛のときね、はい、うんうんうん、あでも止めれないと思うよ富士山は、もう基本だからもうポイズンでサポートぐらいな気持ちで、第二とかは、第二はね左から入るのが止めやすいと思うけどね、うん、そうなんだ、いや右はだから入られてたらもう無理だから、まあまあだし一番見るもん、ね、うん、だったらもう左からぐーっと行って、うん、正面っていうか進む方向から止める、まあ、なんだろうな、もう場所決めるっていうよりは敵が抑えてない位置からもう止めに行くしかないんだよな、あじゃあ防衛の時はもうその結構じっくりじっくりというかちゃんと地図見てちゃんと、一番少ないのここって、そう刺せる場所に行って刺しに行かないとブラは無理だと思うよ、先に潜伏入れてない限りは、なるほど、だからこそまあやられちゃいけないのか、やられずに、まあ、やられるっていうのと、まあやられるタイミングだね、はいはいはい、その富士山って第1関門第2関門敵が進めようとしてるときに防衛に入ってないこと多いから、うん、なるほど、その攻めに行って要するに相手もこっちも攻めてて、俺はいちいち交換しちゃって相手がこっち倒せて生き残ってて矢倉来てるみたいなね、うん、ことが多い、オッケーオッケー、あ第1関門それないように間に合わねえやっていう、うんうんうん、第2関門間に合わねえやみたいなのが多いってか、オッケーオッケー、そのなんだ XP2300、400あたりで、うん、パワー停滞してる人はその傾向めっちゃ多い、だ攻めしかできてない、うん、守りできてない人多い、なんかタイミングが悪い人、うん、そうタイミングが悪いそう、なるほどね、オッケーオッケー、座頭こっちかな、いや座頭はね、うん、もう正直マジで弱いと思う、その無印、あこのね、うん、そうだね、そのこうメインの道は、うん、左乗って、あこれ乗る、はい乗ります、第一関門に、はいここに来た時に、はい、まあ富士山無理やり第一関門乗って進めるでもいいんだけど、その高下に入って圧かけれないと弱いんだ、はいはいはい、もうそもそもここ。まあまあ、ここに立たせないね。そう。なぜかというと、そこ先に入って、押さえとくができないの、このマップ。そこに入るためには右からぐるって回んなきゃいけないわけじゃん。だし、矢倉から行くんだもんね、ここは。だから、第一は無理なんだよね。いや、だから右から回んなきゃいけないんじゃん、そこ。まず、そこ入るために。そう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 。はいはいはい、はい。矢倉が第一かも行ってない状態だと、もう絶対右から回んなきゃいけないから、うんうんうん、だからジェッパーがめちゃくちゃ強いな、ここは。こっからもうジェッパーでグワーッと上がって、もうここはジェッパー一人で抑えるよって。そう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 。それが強いんだけど、はいはい、できないから、もう無理やり第一関門を進めるか、もう苦肉の策でその高下に入って、そこでパンパンするか。え？うん。まあでも多分それやってると、多分もっと高いとこからインク垂れ流されて、足場取られて、詰められて死ぬんだ。嫌な方程式。そうだから俺はこのマップはそのジェッパーとかそういう圧かけれない武器持ってるときはもう先に第一関門進めちゃう、無理やり。なるほどね、先にもう絶対だ、まあ乗り用やっていいってことだね、こっちは第一関門はしちゃっていいかもね。うん、第二に行けばね、ここで乗れるわけだもんね。そうそうそう、第二に行くときは矢倉から乗れるから、うんうんうん、そっかそっか、でこっちはもう矢倉の人に見てもらう気持ちで、うん、そうそうそう、まあもしかしたら自分、まあ、だから自分が見とけばいいのか。で、ここ来たらこっち来て、まあこの辺を。そう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 。そう溜めつつ。そうそう。で、矢倉乗って。はいはい。その、第一関門過ぎて、第二関門の間、はい。はい、この間、ね。もうちょい行って、その辺で矢倉止めて。はい。この辺で左高取れてない時あるじゃん。ああ。左高に誰もいない時。俺そういう時もう、矢倉戻すもん、一回。あで戻して、うん、乗る。ここ来て、で、こう行くみたいな。それぐらいそこ取るの、はい、結構重要だから。大事ね。第二進めるときは。確かになんかここにずっといるときあるよね、敵。もうこうやって、うん、ここからなんか撃たれてるみたいな。そう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 。ここを絶対取りに行く。で、ここ乗っちゃえば強いよね。プラス強い、強い。だって、みんな低くなるからね、基本。
左のそこの、ね、ここだけだよね。そこだけだから高いの自分より。別にここなんて見えるしな。そうそうそう、入ってきてる、うん、で見えたら結構ね止めれるんですよ全然、うん、以上です、ね、はい佐藤はで第2進めたらもうほぼ勝ち。うん、第2進めたら勝ち。第2進めて第2で止めてれば勝ちだからね。そうだね、うん、それでその意識でいいんじゃないですか。よし、ちょっとそれを意識しておきます。え、これやっときゃよかったな、もっと前から。やっといてよ、一人で。いや、一人の時はね、やってるんですよ、毎回散歩絶対に。じゃあいいじゃん。でも、こうかなこうだと思うってやっていって、そうじゃない時ばっかりだから。答え合わせせずにいっちゃってるから。まあでも、このした話も多分、富士忘れてるからね。まあちょっと、マンタマの。もう、マンタマの散歩したの忘れてると思うから。忘れてるか。いきます、溝します。よし。チャーリー。相手は、ラッピーエリーが一番長いかな。はい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 、右入って右の塗りを味方が取れてないんでちょっと位置感も考えつつ。おお、2枚落としてくれてるよ味方が。おお、ジェッパ正面。左入ってよかったかな。もう復帰で戻ってきてるからそこの左の、うん、いるよ。そう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 、今のもちょっと怪しかったな。なんとかショット取れたけど、もう左のあのもっと上がった時の手前にいる可能性超大だったから。可能性もうこれ対面する意味ないからね。なんかこうお茶濁して今の抜けるとかでもよかったんだけどね。アーマーついてるし。惜しい。よしよしよし。今のもここもまあ体出してあげたいのもわかるけど、正直今のチャーやられてたら藤田まで死んでたから、もう俺なら今の状況チャー捨てて潜伏入ってたかもな。あー潜伏しといてよかった。まあ取れたのはいい。くそう、引いて生きる生きる。裏回ってもいい。でもうセンサーついてるか帰ってもいい。ああ、うん、ほらでここ第一関門でしょ敵。あ、味方が取ってくれてるけど今ほらこれ敵がね進めてたら富士山第一関門関与できない状態になってたからこれがね弱い。あー今こあーまあカバーで取れるかなと思って出したけど、確実に取れないならもう失敗なんだよそれ。確実に取れないならもうそれは失敗。そうそう、これ絶対潜伏して、ほら潜伏してたら第一関門今アタックかけれてたでしょ。でもほら第一止めれなかった、関与できない。そうそうそう、これがね大事なんだよ。ここがねミソなんですよ。そうなのよ、どのタイミングで自分がこのメインを射撃して動くかっていうの超重要だと思う。ブラはそれ取れるなら撃っていいんだよ、取れないなら場所バレるから撃っちゃダメなんだよ。そう、そういう判断でいいと思うんだよねブラって。早いんだよな、うん、早いんだよ。絶対届かないから今の。届かないっていうか取りきれないから。取りきれる時だけ撃ってほしいな、マジで。あ、そう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 、そういう人数。うわ、ダメか。いや、それ大丈夫。倒せるから、それ、味方と。いやー。左だけ取りに行っていいんじゃん。2落ち。いるよ、多分。もう一人。
うん、それを止める、止めるの大事。そこはポイズンより塗りの方が止まりそうだけど、どうなんだろう。いやー、そう、これなんだよな、ここなんだよな、この1と取れなきゃダメなんだよね。そうなんだよね。はいはいはい、分かった。封じのダメなところ分かった。今日もまた取れないのに打ってんのがマジでダメ。ブラ場所バレてもう どうにもできないっていう状況多すぎる。そうそう、ここもう櫓の上取れるなら打っていい、取れるタイミングで打て。うわ、まあ今のもちょっと当てなきゃいけないんだね、結局ね。まあまあでも味方が、味方もダメ入れてここ止まったかな。タイミング的には良かったんじゃないか。もうここは41で絶対止める。そっからもうパンパン突撃しなくていい、突撃しなくていいぞ。乗りに来るから相手は。どうでしょう。あー、もう分かった分かった。何、封じのダメなとこ、ダメとこ、はい、うん、取れないのに射撃しすぎ。あー、もう取れないって、一発目外して分かってんのにまだ撃ってるって感じ。一発目ってか、一発目すら当たんない段階で塗りで射撃してるのとか。あー、なるほど、うん、うんうんうん、あの最後、最後の方のさ、うん、あれってことは、あの第一、いや、これ見直した方いい、見直した方いいまである、もう正直。あ、今これを、うん、ちょっと難しいな、撮ったやつを見直す。うん、はい、今撮ったばっかりの撮れたてほやほや、これちょっと見ていきましょう。もう試合のシーンから見てね、はい、まずはこの見直すのがね、もうほんと一番大切だから。まあそうだね。これ一番効くよね、うん、やっぱり。そう。まず、この時点で右に塗りがないかったからね、これ。分かってた？自分の塗りがないっていう、この、ここ。ああ、もうここは自分しか塗ってない、ね、うん。うん。これね、気をつけないといけないからね。なるほどね。で、これすぐ、即二落ちするじゃん。はい、敵がね。で、二落ちして、で、あ、二落ちしたってなって、こう、フェス入る、うん、なんかこうやパンパンして、で、左高いって。で、あ、もう、味方見てくれてるなで左高に行く。はい。そう。で、この時点で、うん、ストップ。はい。これ、藤田パッて入るけど、はい。もうこれ、左手前にいる可能性かなり高いから。まあ、結果、登ってきてる人が2人いたんだっけ？もう1人これもいたよね、確かに。うん、2人ぐらい多分いたと思うんだけど。あ、いたね。あ、もう、はい、入ってたんだ、なんなら。入ってた、入ってた。そう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 。絶対、このタイミング、残り、2落ちしてて、うん。敵が2落ちしてて2残ってんだから、はい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 。ここにいる可能性超高いの。まあ、まあ、普通の人だったら、第一守るためにこっち来るよね。うん。なんならまあ、このタイミングだと、フッタン発動してないけど、うん。まあ、フッタンとかついてる人なら即入ってるし。なるほどね。それがまず警戒できてないのが0点で、はい。はい。まず0点。まず0点。これは無理やり取れただけなんだよね、うん、直。これは運よく取れた。うん、そう。で、こう言っといて、この。これ後ろ見なくていい。後ろ見なくていい。で、それ取れたのもいい。まあ、これは、うん、これはちょっと普通に。まあ、1取ったがゆえにこれやられるんだけど、これも、で、この復帰のやつを倒す。見て倒した、はい。これはいいのよ。うん。で、これアーマーついたじゃん。はい。これさ、もう無理じゃん。まあまあ無理。なんなら、ちょっと自分で反省の意味を込めて言うと、うん、ここの時点で無理だと。もうこの、打ってきてる時点で一発入ってない。これ、そっちに抜けた方がよくない？奥側に。あー、いや、それ、前のあのさ、パラシェルターの時もそうだったけどさ、うん、その、奥に抜けるっていうのが、あんまり頭にない。まあ、抜けなくてもいいんだけど、対面、無理じゃない、うん、まあ、無理だね。絶対勝てなくない？これ、アーマーついてると。この時は、だからもう、まあ、勝てるって思わなくて、で、こっちでほら、第2進めてくれてるわけじゃん。うん。だから、第2まで進めるわけだから、うん、ちょっとでもこいつをここに留めとこうぐらいの気持ちだったんだけど。ああ、時間かけようって。そうそう。はいはいはい。だから結構ほら、打たずにこう、動き回ったりとかしてんだよ、こうやって。なるほどね。そうなんだけど、だ今でも、確かにね、今見るとさ、ここで、この、ここで俺これで抜けていいね、ここで。俺は抜けれると思うけど。ああ、確かに。抜けれると思うけど、まあでも、時間かけようと思ってんなら、まあまあまあ、それはそれでいい。まあ一応、時間かけるムーブではありました。はい。はい、時間かけるのも、まあまあまあ、正解っちゃ正解だから。でもそう、思ってたよりそう進めるのに相手が結構邪魔してて。うん。いけなかった。
まあ、ここは飛べると思って、まあ、ちょっと前の反省を生かして飛べそうなところはちょっと飛ぼうと思って、うん、でもここあんまり無理すんのもなと思ったからここで見て、まあでもなんかこっち見てなかったからで待って、もう一回戻す、ごめん、もう一回戻して、なんならそれでも間違いだな、はい、そこも、はい、そこっから取るでよくない、この今のブロックの上で、ああ確かに、ここ降りて、うん、低い方法降りてここ取ってるから2枚目のここにこうなるわけだからね、ああ確かに、もっと有利な場所があったのか、うん、確かにな、細かく言うとね、まあまあね、確かにそれでも細かく細かいところやる武器だからね、うん、そうか、ブロックの上から取ってたらそいつにもし撃たれても右側に降りれたりしたし、俺の心理としては、うん、ここでポイズン投げたりしちゃったわけじゃん、うん、でまあ慣れてるかなっていう、そうぶっちゃけ野ざらしじゃんこの一番高いところ、うん、で一旦なんかもしこうそれこそこのほらここでやられちゃってるし、あの、うん、この人がこ俺やりに来るのを一回逃げてこの人こっから来る人やろうと思ってた、あ、まあでもいてもいいのかな、やっぱそう、確かに高台いた方が強い場所は譲ってるよね、わざわざあそこの広場にいるブラ弱いからね、遮蔽物ない低いとこって弱いもんね、うん、単純に自ら行ったのはあんま良くない、確かに逃げ場は多かったねブロックの方が、うん、これは当たんなかったんだよな、まあまあこの辺はいいんだけど、この辺は全然いいのよ、ここ結構左高いるから入れないんだよね、うん、そうだね、うん、絶対入れないから、これ。うん。で、あ、ここ、こっから見て、はい、ここからね。これ1枚落ちてんじゃん。うん。ここ、潜伏タイミングなんじゃないの、まあ、ここ取れたのはあるんだけど。あー、まあ、確かに。で、ほらほら、取れないで射撃撃って、場所バレて、で、ここは時間かけるじゃん。まあ、ちょっと下がらせて。ここもこうなったら帰るしかないんだけど、まあ、これ帰る。やられちゃったと。うん。うん、これ、だから戻して、さっきの1枚落ちたとこ見た。はいはいはい。落ちて味方が、そうこれ1枚落ちてるわけじゃん、うん、ここ俺潜伏のタイミングだと思うけどね、確かに今あの散歩で言った手前端っこに、うん、ここにいればここか、このカモンって言ってるとここか、うん、ここにいれば確かにもっと安直に取れたかもね、うん、あそこで勝負しに行ってるわけだね俺、うん、下手したら死んでるからね、もっと確実に取れる可能性、あったと思うけど、一落ちを軽んじすぎてるかもな、確かに、あとこれもね、これも打つ意味なくない、あー第1まで待っていいのか、絶対取れないじゃんこれ、アーマーだって入って、そうだね、戻して戻して、はいはいはい、確かにこれ絶対打っちゃダメなんだよね、あとね、そうそう、でここを1枚取って、はい、で、アーマーついてるから、ここ打っても絶対倒せないから、だったらもう打たないで、俺なら、もうこっちの、今移動してる方に行って、裏から、ああ、この、射撃しに行くわ。はいはい、敵坂とか。こっから行くのね。うん。はい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 。確かに。確かに、これ、今見ると無茶だな。そう、しかも、この、バレてない、ね。ずれたタイミング。ここで、ここでバレてないしな、しかも俺。うん、そう。見てないんだよ、まあ、バレてもなかった。まあ、それは結果論だけど。うん。まあでも、とりあえず、ここにして射撃するっても、まあ、何の意味もないから。そうだね。で、うん、ここのタイミングで死んじゃったがゆえに、うん、第一関門に関与できない、守りに。あー、さっき。まあまあ、味方が取ってくれたけど、これじゃ安定しない。チェッパが、そうだね。これじゃ安定しない、うん。自分で止めないと。せめてさっきの一発なしで、もうすぐ飛んでこっちでもいいぐらいだもんね。あー、それでもいい。うんうん、それでもいい、ここから行くのが怖ければ、うん、もうすぐ防衛に入る正面から、でも全然ありだよね、一人倒した後にそのもう一個を求めるのやりすぎなんだろうな、いや求めるのは大事よ、その過程が大事だよ、うん、求めるための、はいはい、あ求め方がね、うん、でそのここで一人倒した、じゃあもう一回次じゃなくて、一人倒した、あ俺まだいけるな、でこう言って倒すも二人目だもんね、結局は、うん、ここも、はい、飛んで、1枚落ちた、で、2枚落ちてんじゃん。もうこの時点でもう、はい、潜伏入れなきゃいけないからね。これもう取れないじゃん。届かないね、確かに。うん、そう。あー。で、なんかほら、バタバタしてる。ここね、ここやられた。これ一番ダメだわ。マジで。これ例えばさ、だってこれ2対4状況なわけじゃん。うんうんうん。うね、いや、俺ならもう、このチャーが落ちた時点で、もう、ここ撃たない。俺撃ってないと思う、これ。一発目。ああ、もう撃たずに。撃つならこれ絶対取んなきゃダメだったし。どこに潜伏になる？そしたら、こことかかな。この辺に潜伏しといて。まあ、その辺でもいいし、でここ上がってくる、通路側に、中央の通路側に戻、なんか行ってもいいし。ああ、もう、正面というか。うん。とりあえず、その、なんだ、詰めてくるやつを倒せばいいのよ。
はい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 、確かに。そう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 。別に矢倉の上を倒す必要なくて、うんうんうん、絶対。そうだね。詰めてくるやつでもいいから、その、下の射撃はこれは何の射撃だったの？この課題の下の。ちょっと戻して。はいはい。シャガシンだと。この。これは上から。ね、これでやられて、こう。やられて。これは。この射撃。まあ、これは下のやつをやろうとしたら見えてここの人が、ここで打ち合いしてるの見てるから、まあ、ダメ入ってるなら一発やれるし、うん。当てなきゃっていうので打ってた。うん。まあ、取れないなら打っちゃダメ。打ったことによって場所バレるから。そうね。で、ほら、もう完全にバレてる。ポイズンとかも投げて。そうだね。で、ここで体出しちゃってね。体してやられる。うん、これ一番良くないの、ね。で、これのせいで、第一関門に関与できない。ここ、守る。毎回それになっちゃってるね、確かに。悲しくする時間が少ないね、やっぱり。前々から言われてますけど。で、ここ一応左から行こうで。あ、それは全然。で、ほら、これは刺さってんじゃん。ほんとだね。うん。まあ、これはいいんじゃないですか。はいはい、この辺はまず問題。なるほどね。で、左高取りに。もうこれももう入ってる可能性あるからね、左高。これはね、結構、ここ慎重にと思って。うん。まあ、待ってるね、これは。乗って。で、これも、ここ、ね、はい。ワンテンポ早かった、あ、遅かった？いや、ここの一発目の射撃は、はい、ダメージ入れて、二発目で絶対倒せるか、一発目で直当てるかの二択。はいはいはい。やるなら。で、まあ、これは一発目確実にダメージ入れて、二発目で倒したでしょ。うん。で、まあ、ここで死んじゃったのはしょうがないと思う。ああ、まあ、あれは味方が、相手の側がむしろ、ちゃんとしたカバーしてたぐらいな。うん、カバーしてた。はいはいはい。まあ、生きれれば最高だったけど。一応でもここは、その、乗り手となる人を倒してるから、相手止まって動かなかったでいいのか。うん、これはいいんじゃない？そう。あそこの一撃目はね、うん、超重要。で、ここ、これ潜伏できてるわけじゃん。うん。で、これは何なん？これは取れると思って撃った。そう、二発目当たんないことに結構むしろびっくりしたぐらいの。こう、センサー見えてて、うん、この高さで、しかもちょうどいいの、この一撃。ほら、これ二発目でやれると思って撃ったけど、やれなかった。ああ、まあまあ、やれると思って撃ってるならいいです。うん。はい。でも、まあ、これで場所はバレちゃったと。いやー、これはね、ミスりました。一発。まあ、一発はミスだね。うん。おう。まあ、二落ちだ、この、二落ちだったらね、もう、人数あるから、死んでもいいから、もう、処理に行く。うん。うん。これはもう、とっさに、来てるの見えて、一応撃ったけど、相手の方が分かった。ちょっと、危なかった。いや、全然危なくない。あ、本当？うん。感じしたけど。ステージャンでしょ？ステージャン、ステージャン。うん、大丈夫。で、ここも、今のも、いたからね、二落ちで。ね、手前側にいたね。うん、絶対いる可能性あったから。で、ここをもうキープね。うん。やりに行っちゃうんだよな。ここまあ、二落ち、あー、これもったいないね。これマジもったいねえな。この人見て、あの人やろうって言ったら、来ちゃってたっていう。うん。もう一人。それももうちょっと待たなきゃ、ね、ゆっくり待って、うん、確実に取んないとダメだね、うん、これ取ってるったらだって第二関門絶対進んでるから、ね、余裕だったね。余裕だし、うん、なんならもうちょっと先まで行ってたね。うん、ここ一応もう守りで今二落ちで相手人数優位だから塗り残ってる塗りに潜伏とかでいいんだよこれ。そう、守りモード。あ、いいじゃん。ここに潜伏するって決めたね。そう、まあ、ミスって。でここの一発目も直当てるか二発で倒せる一発目の射撃しなきゃいけないんだけど。これは、着地、っていうのがありました。ブラスターって。着地、あ、敵にね。そう、ブラスター着地ね、枯れないんですよ。あ、実は。枯れるじゃない？いや、あね、あ、まあまあ、見てから、ね、枯れるけど、これがね、当たんないのよ。この二発目。パンパンって打つじゃん。パンパンの二発目に飛ばれると。二発目上に打てばいいんじゃないの？まあ、読んでればなんだけどね。これが、うん、溜まってるの見えてませんでした。でも寿司がほら、溜まってるの見えてるから。そうね、それをできるようになるけどね。読み打ちしないと。ってな、まあまあまあ、でもまあ、これは、富士さんがそこに潜伏してたことによって挟めたわけで。まあ一応味方も有利な打ち合い。そうそうそう。結果、あそこで着地吐かせて止めれたから、あの潜伏は良かったと思う。本当に？ただ、あそこの潜伏の、その一発目の射撃は、もうマジで倒しきる時の一発。そうだね。もう、うん、体さらすわけだから。うん、はいはいはい。そう。絶対1枚持ってくっていう一発目出さないといけないから。なるほどね。そうそう、その意識だね。オッケーオッケー。うん。いや、こう、
この俺の中ではまあ、うん、俺のおかげじゃなかったんだけど、うん、8はねけど、うん、まあ一応潜伏で止めには入れたし、あまあ要所要所はこう見ると悪くはなかった部分、うん、見直すと思ってるよりは良かった。なるほど、うん、けどなんだけど、はい、まあちょっとやっぱり そこ打ったらもう死ぬじゃんあなたっていうところでまだやっぱ打ってるからいやむずいね。なるほどね。いやでも見直して確かにあったわ、全然俺は無理だなって、ここダメだなっていう、うん、特にあのあれだね、途中のさこれね、ピコーンつってるからねで、ああやべえ、あまって思ってるなら、うん、まあまあまあ富士さんがそれ確認できてないんだなと思うけど、うん、でも俺こっちよりこの右高の方だと思うけどね、やばいの、あのさっきのこの後のこれか、うん、こっちの方がやばいと思う俺。まあそうか、状況的にはやばいか、うん、もう相手が進める準備万端、味方三落ちなのにここって絶対生存しなきゃいけないからね。だから別にここで止める動きはしなくていいのか、もう、うん、入ってこさせない動きでいいのよここって、うんうんうん、あそこでブラスターが一人光ってれば、うん、まだあるなっていう感じだもんね、うん、頑張れ、うん、ってやっぱ思うもん。そうだね、うん、で別に倒さなくていいんだもんね、あ生きてる生きてるっていう、そう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 、でなるほど、ちょっとそこを考えようっていうか、そうね、なんか取られたから取り返さなきゃの気持ちが良すぎるね。もう死ななくなったらパワー100上がるんじゃねえかな。あ、ぐらい大事な部分。うん。全試合ああいうタイミングで死んでなければ多分100は上がる。まあはいはい、間違いなく100は上がる。パワー。まあまあまあ、これはやれると思って打ってるからいいです。まあ普通にミスだよね、多分。じゃあもう完全にその分からずにやっちゃってるからね。はい。はい。感じです。なるほど。いやー、これはいい勉強になりましたわ。うん。うん。見直した方が上手くなるかもね。これにしよう、これからは。1、2試合やって、あ、これ、うん、っていうのがあったら、もうその場で、その場でやってもらう。で、後でまた動画で俺はその、試合中のやつを確認する。そうそうそう、忘れづらい。だいぶ忘れづらくなるね。封じでも。うん、忘れづらくはなんか。忘れづらくない。忘れないじゃないんだね。忘れづらくなる。はい。というわけでございまして。はい。ちょっとこの形式でやっていくのもありだと思います。うん。あと1ヶ月、ちょうど1ヶ月じゃないかな。うん。そうだね。うん、頑張っていきたいと思いますので応援お願いします、はい、お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。